ハマチペア決勝進出やりました やりましたもう、はい、でも本当に今回のリオデジャネイロオリンピックはもうめちゃくちゃ盛り上がってますよね。はい、もう連日眠れませんね。これあと5日の見どころはどんなところを今思ってますか。もう言っちゃっていいですか。言っちゃってください。もうズバリバドミントンです。聞くまでもなかった。もう限定させていただいちゃって、昨日高橋松友ペアが勝ちまして、はい、決勝戦もありますし、はい、今朝ですね、山口選手と奥原選手の日本人対決も開催されて、はい、奥原選手が勝ったんですけれども、準決勝、そしてきっと勝ってまた決勝にも行ってくれると思うので、もうバドミントン目が離せません。皆さんよろしくお願いします。実際に塩田さんは北京とロンドンは選手であのコートに立っていらっしゃいましたよね、はい、で今回引退されて初めて全然違う形でオリンピックを見てどうですか。本当にこう改めて自分があの場にいたんだなって思うだけでもすごく不思議な気持ちもするんですけれども、もうすごい光栄な気持ちと、あとはやっぱりその選手が頑張ってる姿ってこんなにもこう勇気を与えてくれるもんなんだなというのをすごく感じております。メダル取る確率っていうのはどれぐらいですか。いやもう 100% って言いたいんですが、ちょっとそれがプレッシャーになったら嫌なので、90% ぐらいは本当過去の対戦を見ても最近ではもう全く負けてない相手なので、本当に安心して見ていただいても大丈夫だと思います。塩さんのもうお墨付きということで、はい、もちろんです。